選手、監督、マネージャーをご紹介いたしますので、選手前に選手にお並びください。岡山県強制高等学校対兵庫県立川高等学校。先行は、岡山県強制高等学校対兵庫県立川高等学校。1番、ライト、元純君、ナンバー25。5番ピッチャー佐藤夏樹君ナンバー1。6番センター橋爪陸君ナンバー18。7番サード加藤智也君ナンバー7。8番レフト藤田辰巳君ナンバー2。9番ファースト山崎亮太君ナンバー16。SP ショート新谷正樹君ナンバー11。会議は隅谷隆弘君ナンバー14。五十嵐圭介君ナンバー4。萩ヶ原高橋君ナンバー18。尾形翔平君ナンバー29。メイユイ君ナンバー5。そしてリジオン君ナンバー9。高橋智樹君ナンバー27。監督金田達人先生。マネージャー、西若菜さん。以上の皆さんです。高校は愛知県立刈谷工業高等学校。1番、ショート、舘健太郎君、ナンバー99。2番、レフト、西野優馬君、ナンバー29。3番サード時田海進君ナンバー26。4番キャッチャー山下正明君ナンバー15。5番ファースト阿部龍太郎君ナンバー25。6番ライト武藤博樹君ナンバー3。7番セカンド小石壮太君ナンバー54。8番 CP 長崎龍太郎君ナンバー88。9番センター加藤浩平君ナンバー35。SP ピッチャー内藤翔也君ナンバー28。会議は大岡由紀君ナンバー6。神谷健太郎君ナンバー18。川島君ナンバー24。
よしくん、ナンバー44。はい。長谷川貴弘くん、ナンバー61。はい。水野源くん、ナンバー69。はい。監督、樋口俊明先生。以上の皆さんです。この試合を担当します審判員は球審片石直樹さん、塁審一塁渡辺京介さん、二塁岡崎治さん、三塁本間勝さん、副審島倉美子さん、公式記録には伊藤元子さん、4番放送は村田工藤が担当します。両チームの監督さんは打順表の確認を行いますので、ホームプレート前までおいでください。5回の裏、茨城県立下妻第二高校の得点はありません。集合準備をしてください。皆さん、本日は気温が大変高くなっております。熱中症の危険が高くなっておりますので、こまめな水分補給をし、熱中症対策を行ってください。刈谷工業高等学校の試合を行います。1回の表止まります。愛知県立刈谷工業高等学校の守備をお知らせします。ピッチャー内藤君、キャッチャー山下君、ファースト阿部君、セカンドトシ君、サード富田君、ショート、パス君、レフト、伊藤君、センター、佐藤君、ライト、伊藤君。
千葉敬愛高等学校の攻撃は、1番ライト橋本純喜君、ナンバー25、いいよ。
です。ナンバー17。I'm sorry.
カードダイモンズ。
校の特定はありません。Thank you.